孫木、青孫木屋は、中国民末新書の呪者、生理学の王や。字は形態、郷は正元、夏峰先生と称せられる。直霊省補定不姿上県出身。特攻でなおよく知られ、1600年に里見に合格し、巨人となり、その頃から、東林党の東人との間に親密な交流を持った。その後両親を亡くし6年間服模し、 朝廷に召されても応じず、貧困に甘んじて暮らしていた。1633年に新兵が、姿城の県城を包囲した際にも、民衆と共に守備し、その後は、駅州五高山に転居している。新大以降も、朝廷の将兵に応じず、秋代より合計11回も印命されたことから、孫朝君と称された。百五十二年に、河南省、a, a. a. 明 輝き剣祖門山中にある夏峰に今日定め、25年に渡り、高学に専念した。1675年に、教年九十で没する。1828年に、孔子病に祀られた。陸昌山と、王陽明に基本を置くが、朱子学も採用していた。生命はあったが、獅子を招くことなく、李、高葬儀と同格に置かれ、民末新書の三大樹と評された。 現代中国の評論家である、戦勝書は、孫基法の特筆すべき点は、工学では、身体立功をもんじたこと、民末の乱世に、数百夜を率いて防衛し、距離を保全したこと、門人を多く教育し人材を排出したことであると、言う。ありがとうございます。